ボーイさん足りないから暇だったらうちで働いてよって言われて働くことになった。突然ね、山本くん至急窓開けて、至急窓開けて、山本くんが見たことない女の子入ってくると思うから。窓を開けて、俺が見たことないキャバ嬢、そして来店予約、その根本の事件を作った女が、なんだよ山本かよ、ふざけんなよって言ってきたの。は？脇がって何？キャバクラで働いたの。で、ボーイさん足りないからさ、暇だったらさ、うちで働いてよって言われて、で、働くことになった。だから、小一時間かけて、普通に行ってた。それが社債配信時代。そこがきっかけなの。キャバクラのボーイやり出したのが。で、母親には、そう、ちょっとバーのお手伝いしてくるって言ってたの。そう、キャバクラで働くとか言うとさ、またうるせえから、うちの母ちゃん。でもバレてたけどね。で、車で行って、で、キャバ嬢の送迎もして、みたいな感じでずっとやってたの。その時に、キャバ嬢、キャバクラ好きだったから、その頃。もう、キャバクラで、クレカで爆死してるから、そんな、大金じゃないけども、本当に自分の収入以上に、キャバクラにお金使いすぎて、もうクレジットカード、もうなんか、もう支払いで給料なくなってみたいなずっと繰り返しだから、そこタダでいけるとか、神職じゃんと思って。で、なんか、キャバクラで働けるって楽しいだろうなと思って。で、確かに綺麗な子とかもたくさんいるから、最初のうち楽しいんだろうなと思って、いや、今日から働く山本です。よろしくお願いしますって言ったら、誰も、よろしく、みたいな感じじゃん。誰も口聞いてくんないの。え、何これっつって。え、俺ブスだからみたいな。誰も口聞いてくんないの、キャバ嬢が。今日から働く山本です。よろしくお願いします。よろしく、みたいな。で、あ、これわかんないんですけど教えてもらっていいですかつって。向こうの子に聞いて、みたいな感じで。めっちゃ冷たいの。はぁーと思って。どういうことって思って。すげえ孤立しちゃって。で、その当時、やっぱりその、なんか生放送もやってて、なんかさ、外で呼び込みとかしてて、ラーボーってバレたらいろいろめんどくさいなっていうところで、俺、店内希望だったのね。そう。外で客引きしたくないんです、つって。キャッチの方が需要あったのね。働く側としては、キャッチの方が楽じゃん。そう、店内でいろいろあれこれするより。でも、なんか、法的にいろいろ問題あって、通報されたりしたらめんどくさいなと思って、店内希望で入ったの。そしたら、え、本当にいいのつって、キャッチの方が楽なのに、店内だけでいいのつって、言われて、店内希望で、つって。で、店内で俺孤立してて。で、そしたら、一人声かけてくれて、その女の子が、あ、山本です、今日からです、よろしくお願いします、とか言ったら、みんな冷たいでしょとか言われて、めっちゃ冷たいっす、つって、そう、ちゃんとまともに話したのを、そう、誰々さんだけです、みたいな感じで言うじゃん。言ったら、いや、もうすぐ、なんかボーイさんって、1ヶ月もしないうちに飛んじゃったりとかするから、あんまりみんな仲良くしないんだよね、つって。だから、山本くん長く続けてくれたら嬉しいな、みたいな感じで言ってくれてさ、あ、そういうことかっつって、もう全然なんか夜の仕事とかやったことないから分かんなくて理解できなくて、そう、あ、そういうことなんだっつって、なるほどっすねっつって、分かりましたっつって、できる限り続けます、頑張りますとか言って、で、優しい人も一人いて、で、そこから、本当に1ヶ月続けたあたりから、一人二人話しかけてくれるようになって、で、なんか、送迎でなんか女の子送ったりすると、もう次の日から仲良くしてくれたりとかするから、あ、こういう感じなんだ、みたいな。そう。その一人がいなかったら俺もなおすぐ辞めたかもしんない。で、ある程度こう仲良く誰でも話せるようになってから、突然ね、今日もそんなに人入んないだろうなっていう平日に、山本くんつって、そう、なんか外から、外のね、ボーイさんとか店長が外にいて、なんか、至急窓開けてって言われんの。窓っすかつって、火事ですかみたいな。窓開けてくれみたいな。で、あと、来店で一人、ナボじゃない、山本くんが見たことない女の子入ってくると思うから、つって、よろしくねみたいな。あ、わかりましたみたいな感じで。窓開けて、あと俺が見たことないキャバ嬢。そして、来店予約。どういうことだろうって。とりあえず窓、とりあえず言われた通り窓を全部開けて、それで、このなんか、お客様用になんかテーブルセットして、みたいな。やってて、その女の子が来るわけ。あ、久しぶりに来たわみたいな。来たの。ブワッとなんか、あ、そういうことかって一瞬で、その女の子が登場して、入り口から扉を開けた瞬間全てを理解して、窓開けろってこういうことかってなったの。いや、バカやばいの、本当に。空間がなんか歪むような匂いを放ってて、あ、そういうことなんだってなって。で、女の子とかも、なんかそこには触れないわけ。うわーと思って、やばいわーと思って。え、なんで窓開けてんの？クソ寒くない？とか言ってんの。いや、絶対お前のせいじゃってなってんの。
絶対お前のせいじゃんってなってるんだけど、でもお客さん連れてくんの。で、その女の子となんで会ってなかったかっていうと、通常の状態では出勤しなくて、お客さんの来店が組めた時しか出勤しない特別キャバ嬢だったのね。そう。客持ってんだよ、めっちゃ。めちゃめちゃ客持ってて、いや、普通にね、なんか脇がだったのね。めちゃめちゃ脇がで、鬼の匂い。メンバー出勤。メンバー、ナンバー出勤っていうのかな。なんか来店予約が決まった時しか出勤しないみたいな。で、それで、なんか、うわぁ、やっぱあるんだなぁ、と思って。うわ、やばいわ、この子、みたいな、そう感じになってて。そう。それで、なんか、まあ、すべて仕事が終わってから、店長から、山本くんとか言われて、なんすかつって、言ったら、もう、この子のお客さん帰っちゃうから、ナボくん多分同じ方向だから、そのまま上がっていいから、送ってって言われたの。ちょっと待て、ってなって。店内は我慢できるけど、自家用車なわけ。そう。自家用車なのよ。自家用車だから、ちょっと待ってってなって。だけど、あ、まあ、わかりましたって。じゃあ今日上がらせてもらいますって。で、なんか、まあ、こう、運転してくるじゃん。でも、とりあえず自分の車結構大事にしてたから、冬だったのね。冬だったけども、寒いよりも臭いはちょっと良くないから、寒いを優先して、窓全開で待ってたの。4つの窓全部開けた状態でエンジンつけて、女の子下に降りてくるまで待ってて。そしたら、もう本当になんか、小1時間その子とドライブしないといけないわけ。で、助手席じゃなくて、後部座席に乗るわけじゃん。山本くんやつで、今日初めてだよねとか言われるの。ガシャって乗って、そう。ガシャンって後ろ乗って、あ、じゃあ送ってくんでよろしくお願いします、みたいな感じで言うじゃん。山本くん今日初めてだよね、私と会うのつって、あ、初めてです。とか言って。そう。で、それで、なんか、よろしくお願いします、みたいな。ちょこちょこさ、来店の予約組めたらさ、この店使うからよろしくね、みたいな感じなの。よろしくお願いします、とか言って、もう来なくていいよって思いながら、運転してたら、なんか、ウィーンつって、あとさ、山本くんさ、ちょっと寒いんだけどさ、なんで窓開けてんのつって、いや、お前のせいなんだかって思いながら、で、全部窓閉めて、みたいな。それで、もうほんと小一時間、ドライブして、家着いて、またよろしくね、みたいな感じで終わるの。で、それで家帰るじゃん。家帰ったら、次の日、窓全部開けて、そのまま車放置したの。自分の家の駐車場で。次の日もちゃんと匂い残ってんの。やばいでしょ。ほんとに毒ガスなの。ぐらいやばかったの。その子。で、まあ、しばらく来なくていいよ、こいつって思ってたんだけども、まあ、そこからね、また、半月後ぐらいに、山本くんとか言って、インカム入ってくんの。無線入ってきて下から、山本くん、窓開けてとか言って、いや、ついに来たーみたいな。窓開けて来たーと思って、了解とか言って、もうすべて把握してるから、了解とか言って。そう、で、窓、あ、顔は可愛いのよ。そう、窓全部開けて、で、あ、お待ちしましたつって、いらっしゃいませつって。で、女の子、ドレス着替えてくるんですって、店員、お客さん案内して、そう、ドレス着て、出てくんのよ。ドレスになるとより臭いの。そう。もう普通になんかお客さんとご飯食べてこうやって入ってくるから、ドレスになるとよりやっぱりこう、露出が増えたりとかして脇がこう開くから、よりなんか放つのね。で、窓開けて、つって。で、それでなんかお客さんはざわつかないの。お客さんはざわつくんだよ。で、それでその女の子が自分の指名のお客さん終わって帰ろうとするじゃん。もう帰ろうとしたんだけども、そのタイミングで新規が3名入ってきて、もうマンツーでつけない状態になったの。その女の子は自分の指名以外はつかない。フリーはつかないっていう契約だったんだけども、フリーのお客さんに対してその女の子つけないとお店回んない状態になってしまって、山本くんなんとかその子残してって言われて、すいませんつって、ちょっと、一組だけ相手してもらえませんかつって頭下げて。まあ、山本くんの頼みだったらいいかなみたいな感じで言われて。いや、本当になんか、絡み浅いし関係浅いのに。山本くんの頼みだったら別にいいけど、みたいな。帰り送ってってね、とか言って。嫌だけど、オッケーすとか言って。そう。結構上からなの。で、それで、なんか、お客さん3人に対して、で、お客さんベロベロなの。そこで新規で入ってきたお客さんが3人ともベロベロで、で、それで俺と仲良くしてくれてるキャバ嬢2人と、あとその脇がのキャバ嬢1人。で、マンツーでつけるわけ。6人の席が完成するわけ。その時に、酔っ払ったお客さんが、なんだつって、いるなこれ。ほらこれ、くせえな。ワンくせえなこれ。誰だこれつって。誰だこれつって。じゃあ、やばいってなって、女の子もう顔面蒼白だよ。やばいって、この空気はやばいっつって。誰だとか言って、おい、臭くねえかとか、臭えな、なんだこれなんだろうとか言って、始まんのよ。もうやばいってなって。で、それでなんか、別の女の子、お前脇嗅がせろよみたいな。お前だろとか言って、脇がじゃないキャバ嬢に対して、お前だろみたいな。脇嗅がせろみたいな。で、私じゃないですよとか言って、お客さんじゃないですかとか言って、うまいのね。こっちに、キャ
キャバ嬢側に矛先向くとバレちゃうじゃん。だからお客さんが臭いんじゃないのみたいな。結構パリピ系のギャルの女の子がいたんだけど、お客さんじゃないんすかみたいな。ちげえよとか言って、俺ら臭くねえよなみたいな感じで始まってて、お前もちょっと嗅がしてみろみたいな。いいから嗅がしてみろっつって、絶対お前だろとか言って、なってる時にこれマジでやばいと思って。で、それで、そのキャバ嬢二人が、もうキャッシャーに俺いたんだけども、二人で、山本くんやばいよこのやつ。この状況やばいってなって、助けてみたいな感じで見てくるから、これ行くしかないっつって、お客様申し訳ございませんっつって、本当に申し訳ございませんっつって、自分ですって言ったの、俺。そう。めちゃめちゃファインプレイじゃない。僕なんですっつって、おめえかよとか言って、マジびっくりするわとか言って、お前早く手術しろよとか言って、すいませんでしたとか言って、で、その場を回避したの。で、その時の一言が許せなくて、その脇がの、その根本の事件を作った女が、なんだよ、山本かよ、ふざけんなよって言ってきたの。は？は？いやいやいや、お前だけは言うな、みたいな。いや、お前はちゃうやろっていう。で、その後送って、なんか山田くん脇がなのって全然感じないけどね、とか言って後ろで言われてんの。いやいや、本当っすかってありがとうございますとか言って。いや、意味わからんわ、っていう。そう、自覚ないんだよ。自覚なかったっていう。自覚全くないの。あそこまで生き切ると自覚ないみたいなね。うん。